今回は岐阜県恵那市の菅原神社を紹介します。菅原神社は中山道大井宿から中津川宿方面へ徒歩5分のところにある神社です。菅原神社のすぐ近くには定宿の石仏群があります。菅原神社はとても小さな神社で、車だと通り過ぎてしまう目立たない場所にあります。交通量のある狭い道が前を通っていて、車に乗って気づいた時には通り過ぎていると思います。御祭神は学問の神様、菅原の道真公なんです。日本三大怨霊ですね。菅原の道真は日本全国いろんなところに祀られています。伊勢忍者キングダムでも祀られていたような気がします。境内には参道を右手に牛の像があります。台座には和歌が刻まれています。この和歌は菅原道真公が太宰府へ左官された時に梅の花を見て読んだ歌のようです。中央に菅原の道真公をお祭りするお社、柵の内側にはお賽銭箱があります。お賽銭箱が内側なんて斬新な作りですよね。よく見るとこちらにも小さな紙牛がいました。菅原神社は牛推しなんでしょうか。菅原の道真公は牛年生まれなことをはじめ、牛とのエピソードがたくさんあるんです。遺言に自分が死んだら遺骨を牛舎に乗せてほしい、その牛舎が閉じ止まったところを墓所としてくれと残すほどだったとか、そしてその場所が福岡県の太宰府天満宮と言われています。もしかしたらその言われがあったから菅原神社には牛の像があるかもしれないですよね。菅原神社から中山道沿いに遺跡仏群があります。この辺りは少し高台になっていて、中山道が整備された江戸時代は大井宿が見渡せていたようです。神宿クラブやってんのかな。
今でも菅原神社から見る景色は綺麗ですね。動画のご視聴ありがとうございます。いいね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。